ております。まだかまだかと待ち合わせる少年ファン、ほとんどのちびっこファンがカメラをぶら下げています。白一色の後楽園ホール、さて花道左側の花道ご注目願いましょう。今回の来日はどういうコスチュームで登場してまいりますか。先頭はジャンボ鶴田、先頭はジャンボ鶴田、その後にご存知仮面貴族ミル・マスカラス登場でございます。さあやってまいりました、花吹雪が舞います。初めて日本陣営として登場いたしますミル・マスカラス、本当に子供のファンにもみくちゃにされました。今日はグリーンのカラーを基調にいたしました。アブドラザ・ブッチャーの表情であります。2人の対決は来週の放送、札幌中島スポーツセンターから特別試合としてお送りいたします。ミル・マスカラス選手の表情が映っています。3本目の勝負、おっと後ろ蹴りですね、新しい狂気シューズ、蛇の縫い取り、さあおっとおっと、マスクの上から噛みついた、マスクの上から噛みついて目の間に、おっとマスクが破けた、マスクがどうやら破けたようです。大変なことになりました、マスクがどうやら破けて、あっと髪の毛、ヘアが見えますね。そうですね、ヘアが見えます、頭の髪の毛が見えますが、さあさあ放送席に届けられたマスクはもう先ほどご覧いただきましたように、ズタズタですが、試合用のマスクもどうやらアブドラザ・ブッチャーに破かれるようです。頭の一番上の部分、完全にもう髪の毛が出てますからね。そうですね、ズタズタに裂いています。これは最後の髪の毛が見えます、はい、見えましたね。あ、フライングクロスアタック、マスクを破られましたがフライングクロスアタック、さあ2回目の観光であります。まだ倒れておりません、フライングクロスアタックですが、カロストロンが足を取った、おっとカロストロンに思い切って肘を打ちました。そして赤い鉄柱へ持っていく、リング上ではジャンボ鶴田がアブドラザ・ブッチャーを捕まえています。また放送席に思い切ったラフを展開してまいりました。場外乱戦、これはもう今までのミル・マスカラスに、見られない攻撃であります。貴族仮面から悪魔仮面に変わりましたね。そうですね、まさに悪魔の仮面といったような感じがいたします。ミル・マスカラスエキサイトしています。ものすごいラフプレーを発揮しています。場外乱戦、今そしてリングの中に入りました。カルロス・トロンを完全に打ちのめしました。リング上ではジャンボ・鶴田が喉を締めています。2人がかりでスープラトンで攻めます。ミル・マスカラス、ジャンボ・鶴田組であります。2人がかりの攻撃が功を奏しました。さすがのアブドラザ・ブッチャーも半身の体勢、あとはミル・マスカラスやり合います。そしてまた放送席、思い切ってカルロス・トロンの黒い答えが飛んでまいりました。激しい当たりを見せております。ジャンボ・鶴田もやる気満々、大好きな夏、この夏は俺が主役だというふうにも言っておりました。ジャンボ・鶴田椅子を持ち上げました。激しい攻防、そしてアブドラザ・ブッチャーはミル・マスカラスを完全に捉えました。椅子に背中を押し付けて、体の小さいミル・マスカラスにのしかかっていきます。大きな巨体がのしかかります。アブドラザ・ブッチャーの巨体で潰す作戦に出ました。ものすごいプッシュですね。そうですね、やはりあの巨体でね、押されると相当応えますよね。応えますね、はい、果たして来週お送りする札幌中島スポーツセンター、非常に体は強靭と言われておりますミル・マスカラスですけれども、あるいはこの試合で開幕戦で負ったかもしれません。何のダメージも残さないで正々堂々と竹内さんやってもらいたいですよね。本当ですね、本当ですね。何しろ体の差があります。ミル・マスカラスは180センチ、105キロ、ご存知のようにアブドラザ・ブッチャーは186センチ、140キロの巨体、その巨体を全面的に持ちかかりました。相手を潰しております。ブッチャーはですね、失血しています。それからマスカラスもですね、口のあたりが切れたようですね。なるほど、あれだけ破いたってことね、満足にしなきゃダメですね。これはもう満足にとしてね、当然の一つですね、はい、さあ一応こう2対1でジャンボ鶴田、そしてミル・マスカラス組勝ちというふうにお伝えしておきますが、またしてものしのしと放送席に口のあたりがやってまいりました。もう私どもの放送席をもう軽く掲げまして、ものすごい勢いでもうバラバラにして